薬草は一時的に痛みを和らげるだけの薬で治療効果はないそうだ。きっとワイズマンはこの泉から俺たちを監視してガッシュに記憶がないことを知ったんだ。そして母親に会いたいお前の気持ちを利用して魔界へ押し込めた。イーグリードか。お前ミサイル基地の守備任務はどうした。あの子まで戦いに巻き込んで仲間をあんな目に遭わせて、あれでもワイズマンが王を目指すべきなのか。すぐ近くか、ふざけやがって。シグマ隊長にこのことは。ちょっと待てよ、メカニロイドの警戒プログラムは。変だ、静かすぎないか。 5% もミスっちまったか。騒がしいようだな。はい、ケイン博士。イレギュラーによる犯罪は増加傾向にあり、大型メカニロイドの暴走も数件発生しています。 X はどうしている。状況分析、戦闘能力ともに極めて高いレベルにありますが、時に悩み判断を遅らせるところがあります。悩むか。まさしくそれこそが X 最大の特性なのだ。シグマよ、お前は悩むことがあるまい。かつて私は封印されていたロボット X を見つけ出し、その設計思想を利用してお前たちレプリロイドを生み出した。 X、 なぜお前なんだ。力を貸せ、 X を倒す。 X を倒すだと。そうだ、ひいてはそれが我々の進化につながるだろう。何を言い出すかと思えば、あの悩んでばかりのアマちゃんハンターが何をしてくれるというのだ。悩む、そう、悩むことこそ他のレプリロイドにはない特殊な能力だ。アマサイゆえ X は悩み、深く考え、通常のレプリロイドが達し得ない結論にたどり着くのだ。だが X は本来の力にまだ気づいていない。その X の力を引き出すために自らイレギュラーになるというのか。そうだ。俺、イレギュラーか。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。プログラムのエラー、電子頭脳の故障。ペンギーゴ、あの時は。はい隊長、私バーバト。大方また揉め事でも起こしたんだ。同じハンターでも X みたいにいつまでも甘いやつもいれば、ババのようにイレギュラースレスレのやつもいるってことだ。お前の無限の進化の可能性を危険に感じるかもしれん。 X という名には危険という意味もあるのだ。そうだな、シグマ。俺は一体何のために戦っているんだ。